日本愛知県名古屋市西区中央台中央台町並み、保存地区付近の地図中央台は、愛知県名古屋市西区の地名である。現行行政地名は、山田町大技中央台及び中央台一丁目から、中央台五丁目、住居表示未実施。岩倉街道沿いの一部が1987年に、名古屋市の町並み保存地区に指定されている。1891年の農美地震などにより、 被害を受けたため、減損する建物はそれ以降のものが多い。名古屋市西区北西部に位置する。東は山田町中、小台、上与田一丁目及び道二丁目。西は山田町中、小台、南は足、原町、清洲市に接する。小田里佐田が、終わり守護所清洲城の市場として、小台城を築く。後本拠を清洲城に移したため、 弟の小田常館が上司となった。上広氏は1492年、明王元年に死の目寺を創建した。1667年、美和島橋に沈め市場が開設され、岩倉近辺から野菜を運んだ人が、中尾隊で帰りに、味噌や油を買い求めた。これによって街道沿いには、商家が立ち並んだ。1671年当時の個数141。 十人六百六十四と、漢文村村覚えが気にある。千七五十七年の、砲撃の洪水の被害を受ける。西葛飼軍誌によると、これ以降十回の水害があった。千八二二年時点で、個数百三十七、十人五百六十四であった。中央台の南東部を通る大浦悪水路が、小田丹波守る領内の溶水という意味で、小田殿の意通と、 通称されていたことから転じて、付近に小台村の名がついたとされる。また、そのうちの地理的に中央に位置したことにより、江戸時代に中央大村として独立したものであるという。旧平手や住宅建造物の特徴の一つは、広い敷地を有しながら、建物が街道に直接面していることであり、商家が中心であったことを示していると考えられている。建物の外観は、 体内り2階建ての建物に格子付きという構造になっている。中央台は町内側に近いことから古来より河川の氾濫に悩まされていたところである。そのため歴史的建造物にも洪水を意識した構造が見られる。2階をすべて物置にせず居室を設けていることもその工夫の一つである。浸水時に階段を使わずに荷物を2階へ上げられるように 二階の床板がすぐ外れるようになっていたり、仏壇を二階へそのまま巻き上げる構造を備えていたりするものもある。現在は街道沿いに点在する町屋形式の雰囲気を残す建物や土蔵が散見される程度である。この地区の代表的な建物である平手や住宅も2002年に地区内の岩老寺境内に移築された。また、狭い街道を挟んだ各所では、 個人住宅の建て替え等により、集合住宅が立ち並ぶようになり、街並みの風情は失われつつある。屋根神様が存在するが同様に消えつつある。2019年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。また、 法律高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。江戸時代末期の中、尾題一丁目付近の様子。ありがとうございます。